加賀シュゲルは、埼玉県新座市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。現在は横浜 DNA ベイスターズのスコアラーを、務める。ゲーム、頑張れゴエモンの主人公に風貌が似ているという、理由で、チームメイトからは、ゴエモンの愛称で呼ばれる。川越ボーイズから、埼玉平成高時代は三類種、投手であり、甲子園出場経験はなかった。 石子新学生野球連盟の上部大学に入学後に当初に転校、石川俊介と共に活躍。大学4年の周期リーグでは MVP を獲得した。出場した神宮大会では本塁打も放つ。大学卒業後は住友金属鹿島に入社。1年目は春のジャバ四国大会でチーム優勝に貢献し MVP を獲得した。 第79回都市対抗野球大会に、日立製作所の補強選手として初出場し、リリーフで登板。第35回社会人野球日本選手権では、先発登板したが、3イニングを悲嘆だ後、4失点。翌年も、第80回都市対抗野球大会に、富士重工業の補強選手として2年、連続出場するが、登板機会はなかった。 2009年10月29日、プロ野球ドラフト会議で、横浜ベイスターズの2位指名を受け入団。11月16日に契約金8000万円、年俸1200万円で契約した。横浜時代2010年、4月25日の対東京をヤクルトスワローズ戦に先発し、5回1失点で、プロ初勝利を挙げ、初のお立ち台に立っている。 その後シーズン終了まで先発ローテーションの一角を2内防御率3.66をマークしたが打線の援護に恵まれず3勝12敗と大きく負け越した。10月には台湾で開催された第17回アイブフインターコンチネンタルカップの日本代表に選ばれた。2011年、牛田茂木が開幕前に離脱した影響もあって中継ぎへ転向した。その後、 ウシダの復帰後に、再び先発に戻ったが、6月25日に、右肩痛で一軍登録を外れ、9月に復帰し、前年を上回る4勝をマーク。2012年、ウシダと、江尻慎太郎の離脱によりこの年も開幕から、中継ぎで起用され、61試合で、防御率2.86と、安定した成績を残した。オフの11月6日に、 サムライジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表の日本代表が発表され代表入りした。2013年、開幕直前に先発投手陣が手薄となり、先発への再転向という話も出たが、結局中継ぎで起用された。しかし調子が上がらず、右のワンポイントやビハインドの場面での投板が目立つようになる。月に不調で一軍登録を抹消され、 前年を下回る成績に終わった。2014年、先発に再転校するが、3試合で防御率10.80と結果を出せず、結局中継ぎに戻ることになった。中継ぎでは、昨年同様、右のワンポイント中心に起用され、救援成績は34試合の登板で25回を投げ、2勝13ホールド、防御率1.80ホイップ0.92と、 安定した成績を残した。2015年、開幕直後は、まずまずのピッチングを続けていたものの、4月12日の中日ドラゴンズ戦で、エクトルルナにサヨナラタイムリーを打たれると調子を崩しに、軍を治療した。最昇格をするも、6月4日の福岡ソフトバンクホークス戦で1回4失点と炎上し、その後の一軍登板はなかった。2016年、 開幕から2軍生活が続いていたが、7月11日に1軍登録され、シーズン終了まで主に右のワンポイントとして起用された。2017年、開幕2軍も5月4日に1軍登録され、5月なの。この年は33試合に登板し、2勝0敗10、ホールドを上げるも、防御率4.44と安定感に欠けた。2018年、 開幕から9月9日までの時点で8試合に登板し防御率8.38。10日、球団から現役引退が発表され、14日に球団事務所で記者会見を行い、悔いがないかと言われれば多少なりとも残っているが、少しほっとした気持ちもあると心境を語った。21日には引退試合が行われた。 中日ドラゴンズとの24回戦に先発登板し、先頭打者の平田良介を三振に抑えて降板した。その後を受け継いだ、共産賞渡るは8回に、3を1失点で投げ切り、チームは9から1で解消。加賀の引退を勝利で飾った。12月2日、自由契約工事された。DNA の球団職員に転身し、野球振興部員として働いている。 2021年からは、対阪神タイガース専門のスコアラーとして活動。深く沈み込むような独特のサイドスローから投げる、平均急速時速 138km、最速時速 149km のストレートと、スライダー、シンカーが持ち味、稀にフォークを投げる。右打者に対してはスライダーが、効果的で無類の強さを発揮する一方、2011年以降は、 左打率が悪化している左打者に対しての投球が課題であった。ウラディミール・バレンティンとの相性が良く、通算成績は124で24打数3安打に抑えていた。そのバレンティンは、加賀の引退を記念し作成された動画でコメントを寄せた。投手記録打撃記録。ありがとうございます。